はい、皆さんこんにちは。ちょっとデュエルマプレイスを、動画ね上げるのがちょっと遅くなってしまったというか、まあシャドーバースっていう、まあ、カードゲームのアプリがあって、それのまあ、新パックがね発売されたこともあって、ちょっとデュエルマプレイスをちょっとやれてなかったんやけども、今日からね、またデュエルマプレイス再開していこうと思うんで、よければね視聴を続けてもらえれば嬉しいなと思います。でまあ、今日紹介するのは世界ランカー1位の方が使っていた、まあ、デッキを使っていくということで、まあ、今ピコタン採用とかね、ミラージュマーメイドとか採用した、まあ、速攻プラス、まあ、ドローマ、要はドローしていくデッキでやっていくっていうのがすごい多いんやけども、まあ、今回はピコタンとか採用せずにアクアハルカスだけでもうドローソースは、見据えて、それよりも早くね、こうアクアガードとか、1コストのカードをたくさん積んで、それでも殴っていくと。でも完全なるビートデッキというものを今回使っていくと。まあちょっとデッキ紹介していくか。アクアガードが3枚、ブレイズクローが4枚、火炎流星群が、3枚採用されてると。そしてブルーレイザーが4枚採用、そしてクックポロンが4枚、アクアハルカスが4枚、エグゼドライブが4枚、予言者コロンが4枚で、今回クリスタルパラディンが2枚採用されてるんやけども、まあ、このカードを入れることによって、まあ、相手のこうブロッカーやね、まあ、こういうなんかビート系のデッキってブロッカーに対してすごい弱いっていうのがあるんやけども、相手のブロッカーをもう根こそぎね、上から取りつつもうどんどんシールド剥がしていくって、まあ、そういうコンセプトがあると。なのでクリスタルランスパラディンに関しては、2枚ね必須のカードになってると。でやっぱこれ1コストのネキッドピープルを進化に当てることができるっていうのもやっぱ強いところやと、自分は思ってて、それからホーリースパークがね、4枚採用されていて、アクアサーファーが、4枚採用されていると。まあ今までと違う点っていうのは、こうアクアガードが採用されていることによって、まあクリスタルパラディンっていうね、こう強い進化クリーチャーを、うまく起動させながら、まあ、戦うことができると。ただちょっと無課金の方にはね、作成難易度は少し、まあ、高いなとは思うやけども、でもそれだけの性能をね、誇ってるデッキやと思うんで、もしね、このデッキ、まあ、動画最後まで見て、あ強いなと思った方はね、ぜひ作ってほしいなと思います。でこの動画が面白いなって思った方とか、他のデュエマプレイスの動画見たいなと思った方はぜひねチャンネル登録と、高評価をねよろしくお願いします。で他にもねいろんなデュエマプレイスの、まあ、最強デッキを紹介してるので、そちらの方もね、皆さん見ていただいて、まあ、デュエマプレイスをね、デュエマライフを送ってもらえればなと思います。さあマッチングしました。デュエルマスターズのね、動画待っていた方に関しては、ちょっと申し訳ないやけども、さあ今結構流行っているね、今日デッキ紹介していくんやけども、なんかホーリースパークをね4枚採用したもうガチガチのアグロで押していくというものが流行っていると。まあこのブレイズクローが強いっていうのは結構いろんな動画でこう紹介していくんやけど、してるんやけども、まあこの奇襲兵ブルーレイザーもねやっぱり強いよね。であえてこれボルコン使うわけじゃないですか。でもボルコンなんてものは私からするともうカモ、カモすぎて正直ミミズのザレ事にすぎないよね。マジでボルコンは勝てる、もう処理が追いつかないっていうのが正直あるし運がいいじゃないか、私のこのコンボを決めることができるとはな。でもやっぱ1マナで動けるっていうのがやっぱりこのデッキの強みやんね。さあ3ターン目何もない、そう簡単にうまくトンヤを下ろさないって感じだね。さあここでもう1枚出していく。まあデーモンハンドがなければね、もうこれ3枚次のターンブレイクされてた、あ2枚かブレイクされていたの条件になってるし、さあ発動するか甘いね。まあそう簡単にはね、シールドトリガー発動しない。やっぱボルコンはな、動きがこうやって、まあ、弱いっていうのがね正直やっぱ弱点ではあるよね。ただピカリエは 4C ボルコンのまあ決め手になるカードやけど、ここで火炎流星を拾っていく、相手のクリーチャーを破壊しつつさらに、クックポロンをね召喚していくともうピンチになってるよねこれ。さあブルーレイザーからまず攻撃して、まあ相手水文明がないからアクアサーファーないだろうというような動きやね。いやーやっぱデュエルマスターズはね、まあこういう速攻デッキはやっぱり強い。いやーもうこれ勝ちだろこれ楽しいね。さあどう来るかこれ。
ほう、あ、でも黄色、あー、だがブロッカー1枚じゃ、おー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 、なかなかやるね。だがここでエグゼドライブ引いていく、やるぜやるぜ。まずは1点目、さあここでまずダメージを当てていくが、相手はこれブロックしても4枚あるからね、こっちには。まあシールドトリガー頼みと、要はそれ1枚のシールドトリガーがあるかどうかによって全てが決まるんやけど、なければ勝ちと。はい、勝ちました。まあこれがね今結構流行ってて、まあ 4C ボルコンはね簡単にこう狩ることができるから、まあすごいやっぱ楽しいデッキやんね。これなんでブロックしてきたんだ。あい、まあボルコンに 100% 勝てるんで、すぐおすすめしたい。さあ勝ちました。ちょっとボルメテウスカップが31日までなんやけども、もうちょっと期間伸ばしてほしいな。これあと今日12月の30日にこう録画してるんやけども、まあさすがにちょっとね、あと1日で、いや結構自分あのデュエマプレイスやり込んでる方の、まあ、人間やと思うんやけど、まあちょっとねもうちょっと期間を増やしてくれないと正直きついっていうのがあるんよね。さあアクアハルカス、ありがたいね。水は剣にも鎧にもなる。さあクックポロンちゃん出して、あ、先にピタッピー。さあまず1枚、このブレイズクローがマジで強いな。1ターン目からこう殴りに行ける。そしてシールドブレイクはなしと。やっぱなこういう手堅い、なんやろな、やっぱ上級者のデッキを使うべきよ、みんなも。うん、まあボルコン作った方でもね全然このデッキやったら作れると思うし、すごいやっぱおすすめしたいよね。ブレイズクローはちょっと1枚消えてもらって、ここでアクアハルカスでねハンドのソースを増やしていくと。まあ今結構ピコタンとか採用した、ミラージュマーメイドとかね採用して結構デッキ流行ってるけども、まあそれよりも結構こうビートで押していくのを主軸としたまあデッキになってると。いや楽しいねこんな感じで、もうバンバンシールド削れるからね、あっという間に試合が終わってしまうみたいな。さあ、お、ついに来たデーモンハンドか。まあアクアハルカスかな、ここは。お、ここはうざい、コッコポロン取ってきたか。でももうあとシールド2枚、そして私の手札にエグゼドライブという最強のカードが眠っていると。で相手のまあ手札見てほしいんやけど、タカがまだ3マナしかないよね。でやっぱタカが3マナでできることも限られてるし、これワンチャンブロッカー置かなかったら次のターンエグゼドライブでリーサル取られちゃうからね。これもねすごい強いとこやんね。水は剣にも鎧にもなる、甘いことをするなよ。いやもうこの時点でリーサルなんだよな。もう別に手札使う意味もないから、あでも赤原かさはちょっといらないな。どちらにせよもう爪手の手段見えてるから、まあ火炎流星が引いた時にね次のターン一応そこを見据えてのプレイングするか。やっほーい、やるぜやるぜ。ちょ強すぎて対戦相手が息してないぞこれ。シールドトリガーがあったとしても、おお、だがなエグゼドライブの前では無力よ。さあそれ戻していく。だがもうブロッカーがいないとどうしようもないというような状況でもあると。さあエグゼドライブで殴っていく。ぶっちぎり、オッケーオッケーオッケー、また来るぜ。いやー強いなー、これブロッカーいなかったら相手負けやからね。しかも相手ももう詰めないと永遠にエグゼドライブの猛攻というものをこうケアすることなんてできないから、6ターン目になったエグゼドライブ2枚展開されるわけやから。お、キギーヨシーさん登録ありがとう。もしねこの動画見てる方でまだ登録してないよって方はね、ぜひ登録してもらえるとあの嬉しいなと思います。あの皆さん登録してくれたらね、もしかするとこの動画の撮影、あはははは、いやマジで強いなこれ、すごいおすすめしたいね。